村孝子です。今日はですねファーザーアロングと題して9月1日リリースのスパイラルライフのデビューアルバムファーザーアロングを聞きながらですねお話を進めていきたいと思います。まずはですねそのスパイラルライフと何ぞやということでメンバーの2人に自己紹介をお願いしたいと思います。はい、もう初めましてですね、はい、スパイラルライフの車谷浩司です。ラジオはちょっと久しぶり、私は久しぶり、ごめんなさいね突っ込んでしまいましたお話されてるのに。はい、そしてはじめましてスパイラルライフの石田と申します。はい、よろしくお願いいたします。さて番組の後半ではですねこのスパイラルライフを知るためにはですねどういう風にしたらいいかという5つのアイテムと題してスパイラルのお二人による DJ コーナーもありますのでお楽しみに。それではファーザーロング最後までよろしく。では、アルバムファーザーロングから聴いてください。 Life is Spiral。アルバムファーザーロングの中から Life is Spiral を聴いていただきました。今夜はですねファーザーロングというタイトルでスパイラルライフの皆さんにですねいろんなお話をお伺いしようと思います。まずは初めましてというデビューアルバムということですからね、はいはい、あのお二人の出会いからお聞きしたいと思うんですけれども。そうですね、うん、あの知り合いを通してあの僕もあのなんか面白い音楽一緒に作るいいメンバーがいないかなと思ってまして、うん、それで知り合いを通して知り合ったのが石田くんだったんですけど、うん、まあそれで連絡を取って一緒に二人で酒を飲みながらヨタ話をしてるうちにこう自然と一緒にやろうかみたいな感じになったんだけどね、うん、夜中にいきなり電話がかかってきたんですよ。それは初めての電話の時？そうですね、なんか飲み屋からかかってきて、うん、もしもし車足りないですとか言って、うんなんてやつだと思って非常識なやつだ初めて電話するのって、うん、なんかいい調子だったんだよね飲んでて、でまあ会ってみようかっていう話で、うん、僕はその時アマチュアバンドをやったりやめたり、うん、入ったり抜けたり一人で宅録したりとか、うん、そういうことをいろいろ繰り返しながら来ていた時期で、うん、
ちょうどなんかまた一緒にやるやついないかななんて探していた時期で、その時にちょうど電話がかかってきて、タイミング良かったねお互い。そうですね、でも車谷君はその時バンド、プロのバンドをやってたわけですよね。そうなんですよ。でもそれで解散も決まってたわけで、だから次何しようかなというか、もう基本的なこうやりたいことっていうのは青写真であったんで、こう一番こう波長があって音楽的にもすごく一緒に面白いものを作っていけるやついないかなって探してたんですけどね、でまあその飲み屋さんから電話かかってきて初めて会いましたよね、伊佐さんのその時の印象は。印象なんかもっと芸能人っぽいのかなと思ってたらすごく普通芸能人っぽいっすよなんかなと思ってたんだけど、洗練されてるし、自分で言ったね、かなと思ってたけど、実にこう普通な感じで、僕なんかほらアマチュアのやつだったから、それでなんか気負いが自分にあったんだけどね、全然そういうのなくて会って話ができて、すごく音楽の話がよくね、2人で話があったから、車谷君は第一印象は、背がでかいなと思った大きいですよね。僕ちっちゃいんでね、羨ましかったんですけど、でもすごくなんか波長もあって、これしかないと。年はいくつ違うんですか？3つぐらいか、なんかそんな感じもしないですね、3つ違いとかね。大人びてるよね、来るね。俺が親父なのか石田君が幼いのかそれが両方の歩み寄りということでまとめておこうかしらね。じゃあ一番初めに2人がその音で組んだのは何の時ですか？僕の前のバンドのバックというバンドがあったんですけど、そのバンドの最後の作品をこう各それぞれ一人一人のユニットで好きなことやっていいよって言われたんで、だったらもう次のせっかくそういう美味しい場所を与えていただいたんだからね、やっちゃおうかと、やっちゃった方がいいなと思って。じゃああのバックの最後のシングルの時にはもう、そうなんですよ、2人で、あれはもう実質スパイラルのデビュー版という。そうなんです、したたかに。でそのあの時もですね、クレジットのところに作詞作曲のところにフリークスオブゴーゴーと書いてあったんですけれども、あの時はそれがバンド名になるのかなとか思ったんです。いや、そういうつもりじゃなくて、もともとなバンド名と作家名変えるつもりでいたから、そうなんです。ソングライティングのクレジットというのがフリークスオブゴーゴースペクテーターというんですよね、今回のアルバム、そのデビューアルバムではスペクテーターっていうのがついてる、そうですね、これが2人の別にどっちがどれだけの作詞をしたとか作曲を持ったとかいうことではなくて、まあレノ&マッカートニーみたいなもんね。かっこいい、言い過ぎちゃったかなじゃあちょっとですね、曲の方を聴いていただいてからですね、そのレコーディングでのエピソードなんかはいっぱいお聞きしたいと思います。じゃあ曲紹介の方ですね、今度は石田さんにお願いしましょうか。それではアルバム「ファーザーアロング」から、2曲目の「ムーンライド」聴いてください。
月の雫の降る夜に落とした僕のメロディー映した君